うもこんにちは。 AGA スキンクリニックドクターの水本です。突然ですが、現在の私の発毛状況ですが、正直言ってかなりきてます。今までこの状況から現実逃避しておりまして、サプリメント、リキッドに至る一切の発毛育毛治療をしてきませんでした。しかし、せっかく AGA スキンクリニックに勤めさせていただいていることですし、良い機会ですので、今回より患者様と同じ目線、同じ気持ちになって治療をレポートしていきたいと思います。当時の私は大学生で、かなりストレスフリーな生活を送っていましたが、夏のある日、部活から帰ってシャワーを浴びていると、指の間にびっしりと髪の毛がついていたのです。そしてその日より排水口の掃除の頻度は激増し、その状況が約2ヶ月間夏の終わりまで続くことになりました。あの日々はかなりの恐怖を伴ったものでした。最終的には四角かったおでこは見事な M 字へと変貌を遂げ、おでこの広さは 1.5 倍から約2倍へとなっていたのです。まずは頭部の薄毛の進行のパターンが M 字から始まって頭頂部が目立ってくるという非常に典型的なタイプであったこと、祖父が共に M 字の薄毛であったこと、自身の体毛が濃く、おそらく男性ホルモンが濃いタイプであると判断されたことがあります。これらのことから当院の AGA 治療が非常に良い適応ではないかと判断しました。私の父親は還暦を過ぎて髪の毛がかなりふさふさで、正直今の私の状態よりも非常に良い頭髪の状態を保っているので、治療で何とかしたいという思いもあります。今、実は本日で治療7日目になります。私が現在、治療させていただいているプランですが、 A、B、C、3つを使ったリバースというプランです。これにプラスアルファでこちらのリキッドの方ですね、使わせていただいております。発毛成分を噴射するミノキジェット、ドクターバルモシャンプーによるケトコナゾールでの治療を行いました。よく副作用を心配されている患者様が来られるのですが、今現在私が体験した副作用は A 薬の足のむくみぐらいでした。治療開始3日間ぐらいはしっかり出ていたのですが、それ以降はもうほとんど出ていなくて、今は何も感じていません。 B 薬なんかでよく言われている性欲の減退ですが、私に関しては全くそちらの方も感じていないです。副作用は出ない方には本当に出ない患者さんを見ていて私も思っています。今後も初期脱毛などの副作用が出ていくと思いますので、そちらの方もレポートしていきたいと思います。よろしくお願いします。1年間の治療のまとめはこちらからご覧ください。